ステータスレジスタはコンピュータのプロセッサなどにおいてフラグのビットの集まったワードをその内容とするレジスタである。フラグレジスタやフラグバイト、コンディションコードレジスタなどとも呼ばれる。その仕様は一般にプロセッサの命令セットと密接に結びついており命令セットアーキテクチャごとに決まっている。一般にステータスレジスタは そのプロセッサの命令による様々な演算などの結果などに関して溢れが生じたであるなどといったような対処が必要な場合がある事象に関する状態を示すフラグと割り込みなどといったシステムを制御する状態を示すフラグとからなる。ただし6502のように演算でなくレジスタへのロードのみでステータスレジスタが変化するものもある。演算結果を反映するものはその後に 条件分岐などとして参照される場合が多いが、ARM のように全命令に条件フィールドがあり、条件付き実行が可能となっている CPU もある。条件分岐命令と組み合わせるか、条件付き実行命令との組み合わせにするか状況に応じて選択が可能である。割り込み禁止などのシステムを制御するフラグへのアクセスは、OS などが行うセンシティブ命令であるため、 仮想化要件などが重視される近年のプロセッサでは使いやすさのために同一のレジスタ内に共存させたりすることは避けられる。組み込み用や8ビット時代のパソコンのプロセッサなど、あるいはリセット直後で保護モードに入る前のモードと区別がない場合もある。以下にいくつかのマイクロプロセッサでのステータスレジスタの例を挙げる。ビット位置は それぞれのアーキテクチャでの関連を無視し、LSB を例に統一している。セットは1の書き込み、クリアは例の書き込みである。説明がないフラグは機質の同じ名前のフラグと同じ働きである。フラグは一般にビット操作で扱う。マスクの記事も参照のこと。また、命令とフラグの変化の仕方についてについての関係も。 命令セットアーキテクチャごとに異なる。各命令種について、一般にフラグに影響を残さない、命令の種類、すべてのフラグに影響を残す、命令の種類の2種類はほぼすべてのイサにあるが、他に一部のフラグには影響し、残りのフラグには影響しないという命令種があるイサも多い。6502のステータスレジスタのサイズは8ビットであり、フラグバイトと呼ばれた。 Z80 のステータスレジスタのサイズは8ビットであり、フラグレジスタと呼ばれた。8086のフラグレジスタ8086のステータスレジスタのサイズは16ビットであり、フラグレジスタと呼ばれ、ビット7ビット0は8080 80、8085の持つフラグとビットも内容も全く同じ。ビット15ビット8は8086特有の フラグビットで構成される。ペンティアムのステータスレジスタのサイズは32ビットで、あり、エフラックスレジスタと呼ばれた。68,020のステータスレジスタは16ビットで、上位8ビットをシステムバイト、下位8ビットをユーザバイト、またはコンディションコードレジスタと呼ぶ。MIPS アーキテクチャではステータスレジスタが存在しない。これは、 プログラムの流れを制御するにあたっては、分岐命令が条件付けとなっていて、レジスタ間の対象比較やゼロとの対象比較をした結果で分岐するかしないかを決めるために、ネガティブフラグやゼロフラグに相当するフラグを必要としない。この設計方針には以下のような思想がある。また、オーバーフローやキャリーに相当する分岐条件はないが、これらは例外トラップを発生させることで、 オペレーティングシステムに処理を任せている。ただし、ユーザープログラムがオーバーフローの発生時に対応する例外処理を OS 側に事前に登録しておかなければならない。そうでなければそれらの例外を発生させたプロセスを停止させることになる。また、OS が介在するため頻繁にオーバーフローを起こすと性能低下を招くため、基本的にはそれらの例外が発生しないように、 プログラムを組むことになる。パワー PC のステータスレジスタは4ビットのフラグ発組から構成されており、コンディションレジスタと呼ばれる。以下の一覧の左側は、指則演算などの命令にアップデートコンディション、レジスターの指定でセットされる。演算命令実行時に CR0、CR7 CR のどのコンディションレジスタに結果を反映させるかを指定できる。また、 指定した二つのコンディションレジスタ同士でビット単位の論理演算が可能でその結果を反映させるコンディションレジスタも自由に指定でき複数の代償比較と論理演算を事前に言っておき一つの条件分岐で済ませてしまうことができる条件分岐時にもどのコンディションレジスタのどの組を参照するかを指定できるこれによりフラグ更新を伴う複数の演算を先に 実施しておき、後で条件分岐を行うということが可能となる。イタニウムでは従来のようなステータスレジスタは存在しない。というのも EPIC アーキテクチャによって複数の命令を同時に並行して実行するため単一のステータスレジスタでは結果を保持することができないためである。そこでイタニウムでは64ビット幅で各ビットが 汎用のフラグとして使えるプレディケートレジスタを用意している。この使用方法は次のようになる。比較命令で何らかの比較を行う。レジスタ間あるいはイミディエート値とレジスタの代償比較ができる。比較命令では比較結果を2つのプレディケートレジスタに格納する。一方がセットされればもう一方はクリアされる。各命令は 必ずチェックすべきプレディケートレジスタを指定する。チェックすべきプレディケートレジスタが例の場合、その命令は実行しない。条件分岐もプレディケートレジスタを指定し、その値によって分岐するかしないかを決定する。このように、プレディケートレジスタを使うと、基本的に一つのプロシーじゃないでは分岐命令を使わずに済む。これにより、分岐によるパイプラインの乱れを減らすことになり、 高速化に寄与する。C 言語の if 分の全部と L ス部を同時に実行するようなものだが、例えば L ス部が非常に短い場合や存在しない場合、全部を通る場合は良いが、通らない場合には実行しない命令をずっと実行ユニットに送り続けることになるため、分岐した方が有効な場合もある。なお、イタニウムの IA-64 モードでは前日の通りだが、 IA-32 モードでは従来通り、ペンティアム相当のステータスレジスタが存在する。キャリーとオーバーフローという用語の使い分けは、必ずしも以下のようでなければならないというわけではないが、以上で示したように、このようにして使い分けられていることが多い。パソコンに多い X86 プロセッサでも、このような使い分けである。キャリーは、繰り越す、とか、繰り越し、 といった意味であり、ここでは、ワード演算において、その端のビットから出てくる、キャリービットが、その演算におけるキャリーである。以下例として、ワードを4ビットとして説明する。4ビットで表せる符号なしの数値は0から15までである。例えば、1001と0111の加算は次のようになる。1001、0111、イコール1万。このように桁が溢れてしまう。 キャリーフラグを持つプロセッサでは、この溢れたビットがキャリーフラグに入る。そして、加算命令として、加算の際にキャリーフラグの内容も再開ビットに加算するという命令を持っている。これを使うことで、複数ワードの加算が簡単にできる。例えば、00101001と0010111の加算は、次のようである。回4ビットと0111を加算する。 上位4ビットにキャリーを加えて加算する。1、キャリー、0010、0001、イコール0100。この結果をつなげると010000となる。減算の場合は、繰り上がりではなく、桁がりが発生したか否かとなる。ボローが発生した場合はそれを次の減算でさらに、ボローの分を引くことで、上の桁の計算に反映していく。アーキテクチャにより、 ボローの情報を示すボローフラグが、キャリーフラグと別にあるもの、キャリーフラグとボローフラグが兼用で、加算の時には、キャリーフラグがキャリーを示し、減算の時には、キャリーフラグがボローを示す、といったものがある。校舎にはさらに、ボローが発生した時に、フラグが立つものと、逆のものがある。なぜ逆のものがあるかというと、加算機で2の歩数を使って、 減算を行った場合、その加算機のキャリー入出力を、そのまま扱うとそうなるためである。逆になっているプロセッサとしては、6502パワー、ARM PIC などがある。逆になっていても、長桁加算が、アド、アドウィズキャリーで行えるのと同様、普通は、単に、サブ、サブウィズボローで計算すれば、辻褄が合うように設計されているのが普通である。一方、オーバーフローは、 溢れという意味である。これは、符号付け数値の場合に意味を持つ。4ビットで表せる符号付け整数はマイナス8から7までである。そこで例えば7に1を加算すると次のようになる。01110001イコール1000。このようになり、符号付け整数として解釈した場合、マイナス8という答えになる。これはもともと8という答えを4ビットの 符号付け整数では表せないために発生するもので、このような時にオーバーフローフラグがセットされる。これを符号なし整数と解釈すれば桁溢れは起きていないので、この演算ではキャリーフラグはセットされない。最上位桁への繰り上がりがあり、かつ同時に最上位桁より上の桁への繰り上がりがない時がオーバーフローである。なお、 プロセッサのビット幅以上の符号付け整数の演算は、最上位桁だけ符号付けと解釈して、それ以外は符号なしと解釈するといったようにして扱えばよい。ありがとうございます。